皆さん、こんにちは。体調の変化はないですか？また、脳の運動をしていきましょう。今回の記憶する言葉は、桜はピンク色、ツバメは白色、スミレは紫色、菜の花は黄色、ウグイスは緑色です。最後の問題に出ます。皆さん、記憶しておいてくださいね。それでは、脳の運動をしていきましょう。なぞなぞです。寺は、寺でも天井と床が茶色で、部屋が黄色で、そして甘い。寺は、どんな寺ですか？寺は、寺でも天井と床が茶色で、部屋が黄色で、そして甘い。寺は、どんな寺ですか？ヒント。です。答えは、カステラです。カステラです。なぞなぞです。兜は、兜でも戦国時代にいた硬い兜はどんな兜ですか？兜は、兜でも戦国時代にいた硬い兜はどんな兜ですか？ヒントです。頭に被る鉄製なもので、手、ちょめちょめ、兜です。答えは、鉄兜です。鉄兜です。なぞなぞです。ボールはボールでも、四角いボールはどんなボールですか？ボールはボールでも四角いボールはどんなボールですか？ヒントです。ダンちょめちょめです。答えはダンボールです。ダンボールです。次の写真を見て、どこの国か、国の名前を答えてください。次の写真を見て、どこの国か、国の名前を答えてください。問題1です。モン・サン・ミッシェル、エッフェル塔、凱旋門です。モン・サン・ミッシェル、エッフェル塔、凱旋門です。ヒントです。ちょめちょめ、ンス料理、2024年、パリ、オリンピック開催、ワインです。答えは、フランス、または、フランス共和国、です。2024年7月23日から8月11日の間、パリ、オリンピックが開催されます。問題2です。ゴジオスコさん、グレートバリアリーフ、カンガルー、です。ゴジオスコさん、グレートバリアリーフ、カンガルーです。ヒントです。お、ちょめちょめ、トラ、ちょめちょめ、あ、首都は、キャンベラ、シドニーのオペラハウス、です。グレートバリアリーフのサンゴ礁の写真です。答えは、オーストラリア、または、オーストラリア連邦です。下の国旗はオーストラリアの国旗になります。次のひらがなを並び替えて2個の言葉を作ってください。次のひらがなを並び替えて2個の言葉を作ってください。問題1です。さ、じ、つ、つ。キツです。さ、じ、つ、つ、キツです。
ヒントです。花の名前になります。ヒントです。花の名前になります。答えは、サツキとツツジの花の名前になります。答えは、サツキとツツジの花の名前になります。問題2です。か、さ、わ、うん、し、く、も、ご、だ、ちです。か、さ、わ、うん、し、く、も、ご、だ、ちです。ヒントです。かしや、ちょめちょめ。草だ、ちょめちょめ、です。白い字と緑色の字をよく見てくださいね。答えは、かしわもちと草団子です。答えは、かしわもちと草団子です。次の絵の左右の違うところを探してください。次の絵の左右の違うところを探してください。答えは5の数字が違います。子供の字の人偏があるかないかが違います。鯉のぼりが違います。男の子の武者が違います。かしわ餅が違います。計算問題です。足し算です。30になるまで足していきます。計算問題です。足し算です。30になるまで足していきます。スタートします。2たす3は、答えは5です。5たす4は、答えは9です。9たす6は、答えは15です。15たす7は、答えは22です。22たす8です。答えは30になります。皆さん、お疲れ様です。漢字問題です。問題1です。答えはイタリアです。問題2です。答えはフランスです。問題3です。答えはドイツです。
問題4です。答えはスペインです。問題5です。答えはカナダです。最初に記憶した言葉を覚えていますか？最初に記憶した言葉を覚えていますか？答えは、桜はピンク色、ツバメは白色、スミレは紫色、菜の花は黄色、ウグイスは緑色です。皆さん覚えていましたか？皆さんお疲れ様でした。気温の寒暖差がありますので、体調に気をつけてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。終わりです。この動画が良かったら高評価ボタンと、またチャンネル登録をお願いします。